Aloysius. のぼりちゃん、来い。よっ、来いしょっと。よっ。奥さん、おばあちゃんいらしてますよ。そうですか。おばあちゃん。そんなに飲んで毒よ。飲むのは僕だよ。さあ。ほら。よく洗いなさい。これこれダメですよ、そんなことしたら。何をぼんやりしてんの？だから旦那様ご機嫌斜めなのよ。いつでもご機嫌悪いの、この頃。いい仕事がないし、あんまりいろいろ手を出すからでしょ。さ、いい？はい。文子。ほらほら、私はもう帰りますよ。昇、おばあちゃんの傘持ってきておくれ。はい。ねえ、よしおもいいお嫁さんが決まって、私もほっとしましたよ。これでお前たちさえ幸せになってくれれば、亡くなったお父さんも。文子、文子、早く言っとあげなさい。文子、少しだけどお米置いといたからね。はいはい。おばあちゃんバスまで送っていく。そう、私も行く。じゃあ送ってちょうだい。さあ行きましょやめて。お願い。もう薬を。親譲りだね、お説教癖は。今も来て散々さ、君のお母さん。あなたのこと心配してるんですよ、母。子供もまだ小さいし。お母さん、君を連れ戻したいんじゃないか。君の実家は金持ちだし、君はそうして若くて美人だし。に出ますって。ああ、黙ってこれ渡せばいいわ。乗せてって。よし、最後。よいしょ、よ。よし、来た。お願いします。はい、あれ。
ってらっしゃい。おい、出かけるぞ。愛子ちゃん、おんぶ行って遊んでらっしゃい。おんぶさせて。どこいらっしゃるの？俺はいちいち君に行く先を言わなくちゃならないかね。君も歌の会行くじゃないか。でも行かなくてもいいんです。行けばいいじゃないか。女流歌人になりたいってんだろ。あら、私が？まさか。歌でも作らなくちゃ歌つが上がらないね。夫は文芸の趣味もなく。私そんな生意気な女に見えます？あなた、おっしゃってよ。私に何か気に入らないことが終わり？おい、靴下。バクバクたるもんだね。こんなこと言い合う夫婦なんて。もうおしまいだな。いやか、ブローカー崩れの亭主は。今の世の中で一位にお金儲けしようなんてのはなかなか。はっ、僕もついに君に意見されるようになったか。あ、コート。後ろを背負う風に吹かれてゆく夫がまぶたにあり、やがて遠のく。2、アドルムの箱を買いためて日々眠る夫の鉱山に近寄りがたし。どうですか皆さん？なかなかいいよね。僕はなかなかいいと思うんですがね。少し誇張的なところがあるんじゃないかな。そうだな。ロマンチックなのかもしれないが。素晴らしいと思うけど。激しいな。下條さんの歌はいつも変わってるよ。あなたには分からしないわよ。今にきっと分かっときゃ来るから。そうよ、実感が出てると思うわ。女の心情か。そんなに旦那様と仲が悪いの？いいえ、歌の方が大げさですわ、きっと。あの、今度うちの雑誌も東京日報の大月って僕の後輩の記者が取り上げてくれましたからね。みんな元気を出して頑張ってほしいんですよ。よかったですわね。じゃあとにかくいくつか選んで次の号に載せましょう。あの、私里に子供置いてまいりましたから、今日はこれで失礼させていただきます。あ、どうぞ。早く帰ってあげてください。お先に。どうぞ。もう帰る。子供が待ってるの。あ、堀君ご一緒じゃないんですか？あら、まだ伺ってません？ええ。お医者さん寄ってから来るって言ってたんですけど。文子さん、もうお帰りですか？堀さん、皆さんお待ちですよ。お体いかがですか？大したことないです。どうです、いい歌できましたか？歌どころじゃないんです、この頃の私。今もね、私の歌誇張的だなんて言われてきましたの。いや、あなたの歌はいろいろ苦労していることがそのまま出ているんですよ。実は僕、いつも辛く思っていたんです。私平気だわ、人様に自分のこと悪く言われても。私本当のことが歌いたいんです。もっともあなたのように感じやすい方に気楽になれってことが無理かもしれないけど、女学校時代のあなたは明るかったですからね。
よく一緒にボール投げなんかして。私そんなに変わったかしら。絹子はよく女学校時代の話をするんですよ。あなたのこととても明るいお嬢さんだって。絹子さんにおっしゃってください。私今にもっといい奥さんになりますって。私同情されたくないんです、堀さん。そしてね、あなたが褒めてくださるような明るい歌もきっと作りますわ。お大事にね。奥にいらっしゃいます。あ、お姉さん、お得意さん行ったついでお兄さんとこ寄ったらね、お客様がいたよ。お客様、うん、誰かしら。さあ上がってみなかったかな。あら聖子さん、いらっしゃい。まあお邪魔してます。お綺麗になられたわね。お姉様だったら美しいじゃございません。ダメ、こんなになっちゃって。文子、あんたのうちお客様だっていいじゃないの。早く帰ってお上げなさい。また旦那様ご機嫌悪くしますよ。あの人、歌なんか作りたい女には魅力ないんですって。さあ、のぼるちゃん、愛子、帰りましょう。いや、あんたも大変でしょうから、今日は置いてらっしゃい。じゃあお母さんお願いするわ。二人ともおとなしくしてなんて目ですよ。じゃあ、瀬戸さんごゆっくり。お姉さん、帰るね。さよなら。あれ、また食べてんの？さっきおやつ食べたばっかりなのに。よく食べることなんだね。あなただって小さい時はそうだったんですよ。ただいま。あなた。ああ。あなた。遅くなってごめんなさい。早かったじゃないか。お客様だったんですってね。どなたでしたの？嘘ついてらしたのね。もう別れたなんて。ねえ、おっしゃって。うるさい。不遇な夫を励ます妻、夫の浮気を直した妻、まだ
らっしゃい。よろしくお願いいたします。大丈夫でございます。私もこれでほっといたしました。どうもお待たせしました。あ、のぼる弁当箱入ったか。入れました。朝ちゃんと起きるのよ、学校遅れないように。はい、はい、お母ちゃんとアイコは行かないの。お母ちゃん後ですぐ行きますからね。アイコも兄ちゃんと行く。アイコちゃんお母ちゃんと一緒。お父様のところに参りましょうね。では、ごめんあそばせ。失礼いたしました。最高。なあねえ、おい、さあ、おじさんと遊ぼう。よいしょ、何して遊ぼうかな。見えないでしょ、下條さんは。奥さんを迎えにいらしたんでしょ。実はですね、短歌時代で新人作品50首への募集をするからって、例の東京日報の大月君から知らせがあったんです。ですからこの集まりからも皆さん応募されるといいと思うんですが。いいチャンスですわね。地方の歌読みが中央に知られますし。じゃあ頑張らなくちゃいかんな、みんな。どうしましょう、私焦るわ。どうです堀さん、あなたのこの間のは大変いいと思うんだけど、どう。さあどうかな、あんまり自信ないですね。奥さんとご一緒にお出しになったら。いや遅くなりまして。あら、いらっしゃい。文子さん今日はいらっしゃれないんですって。お子さんが急に見えなくなって青い顔してらしたんですよ。でもね、元のご主人の方に遊びに行ってるらしいことが分かって、今弟さんが迎えに行ってるんです。あの人も大変だな。そりゃご心配だったでしょ。文子さんお帰りになって、旦那様と別れて。いいえ、お元気ですよ。お寂しいことでしょうね。でもそのおかげであの方いい歌ができますんでしょ。あの方の歌はね、え、少し作り物めいたところがございますもの。かえって深い体験を積んだ方がいいものになりますのよ。山上さん、文子さんがこの歌を。ほら、そう。どうぞ読んでください。え、北風に青き事務服吹かれゆく
母には母の悲しみありって。おかえりなさい。お、頼むよ。はい。急にいなくなったんで驚いちゃった。これからもちょいちょいやるよ、気をつけないと。そうね。お兄さんのとこに新しいお嫁さんいた。昇る寂しがってやしないかな。いらっしゃい。こんにちは。彩子ちゃんは今お風呂。これあげてくださいな。まあいつもいつもすいません。どうぞ奥お取りになって。よしおさん、はい、早く奥行っておあげなさい。これこれ、風邪ひきますよ。聖子さんからお土産。まあこれはどうもね。お風呂開いたらお入りなさい。入りたくないわ。あんたの風邪気が変ね。どこか悪いんじゃないの？一度お医者さんに診てもらったらどう？平気よ、何でもないわ。あんたも頑固なところがあるからね、しげるさんに好かれないのよ。私一度も下條のとこ行きたいなんて言わなかったのに、お母さんたちが見合いの後で何でもかんでも行った方がいいっておっしゃったんじゃないの。じゃこれ愛ちゃんに切ってあげましょうね。お兄ちゃん行った？行った。お父ちゃんは？いない。おばあちゃん行った。はい、こい。ねえお母さん、僕はやっぱりモーニングにしますよ。モーニング？お母さんは和服の方が立派だと思うけどね。いや、モーニングの方がずっとスマートですよ。なんといっても花嫁さんはお振り袖の方がお美しございますよね。ねえ、何騒いでんの。いや、お姉さんお姉さんね、僕はね、モーニングにしようと思うんですよ。ね、いいでしょう、なかなかこの感じ。そうね、聖子さんのお好きな方にしたら。ね、聖子さん、モーニングの方がいいよね。はい、こちゃん、お兄か行きましょう。お兄かいらっしゃい、お菓子持ってってあげるからね。はい。ねえ、これがいいよ。断然これに決めた。おめでとうございます。いつ久しくお納めくださいませ。これはご丁寧様に恐れ入ります。さ、どうぞどうぞ。これこれ、置いたしちゃダメよ。お母ちゃんもどうしたの？早くお部屋に返させてみなさい。早く早く。愛子ダメ、呼吸せますよ。まだ着替えてないの？早く支度してお座敷の方いらっしゃい。弟の結婚式に出ないって皆さんに言えるですよ。人前出たくないのよ。じゃあ好きなようにおしなさい。あ、お茶置き。どうして言うこと聞かないの？おんも連れてきますよ。いや。ねえ、どうして若奥さんお座敷出ないのかしら。でも出だから嫌なんでしょ。ご苦労なすったんですって。なんといっても狭い土地だからね。お見えになりました。お見えになりました。お見えになりました。Thank you.
かが？あ、いいよ。お背中流しましょうか。いいよ。早く行かないと遅くなるよ。あら、いらっしゃい、ふみこさん。よくいらしてくださったね。お邪魔じゃな。あ、いやね、邪魔だなんて。あなたそんなこと言う必要なかったでしょ。さあ、どうぞ。いらっしゃい。あ、あなた、ふみこさんよ。どうぞ。あ、今日は弟さんの結婚式じゃなくて。ええ、どこにも身の置き所がなくて伺ったのよ。どうぞ。あ、うわ、重くなった。はい、どうぞ。ありがとう。ありがとう。お利口ちゃんね。私ね、これから学校の先生たちの会に出なくちゃならないの。あら、今から？でもすぐ帰ってくるから一緒にお食事しましょうね。愛子ちゃんも待っててね。はい。愛子ちゃんね、どうぞ。ねえ、文子さん、あなたこの間の白川さんからのお話どうなすって？堀はあなたさえよかったらいいことじゃないかって言ってたわ。でもいくら向こうに子供がいないと言っても、あなた今度はよくお考えになって。キミ子さん、その話やめてよ。愛子ちゃん待ってて、お土産買ってくるからね。早く帰ってきて。え、すぐよ。あなた忘れずに薬を飲みになってね。ああ。お体いかがなの？なんだかはっきりしなくて、あまり無理したからでしょ。行ってきます。いってらっしゃい。いらっしゃい。お邪魔してます。愛子ちゃん、よく来たね。ご挨拶は？こんにちは。こんにちは。懐かしいわ。忙しい女学生ですね。あら、堀さんだって。三人でよくスキー行ったわね。楽しかったわ、あの自分。まあ素敵、新婚旅行ね。キミ子さんの幸福そうな顔。同親子です。国民服にモンペですからね。幸福にも何にも。あ、同親子はいいですよ。行ってらっしゃいよ。一度僕は今度の会に同親子の歌を出すつもりでいるんです。昔作った歌ですけどもね。私も行ってみたいわね。堀さん、あなた、私が結婚した方がいいと思いになる？でもこのままじゃあなたも何かと大変でしょ。私結婚なんてもうこりごりなんです。しかし何も一度失敗をしたからって。私ね、世界中の人が結婚しろと言っても堀さんにだけは言われたくなかったんです。おや、愛子ちゃん寝ちゃったな。風邪ひくよ。
文子さん。愛子、愛子ちゃん。あ、雨ですね。キヌ子に傘を持っていかなくちゃ。上がるのよしましょう。どうして？堀さんだってその方が助かるでしょ。上がると愚痴ばっかり。愛子ちゃん大丈夫かな。風邪ひくと大変だ。どうも堀さん、私みたいにわがままな女を嫌いでしょ。どうかしてますね。今日は弟の結婚式だからって何もそうひがむこともないのにね。嫌い、こんな惨めな自分見るの。あなたはおとなしそうでいてなかなか激しいんだな。あなたの歌は作り物じゃないってことですね。ねえ堀さん、私が歌の集まりに出ていくのはあなたがいらっしゃるからだって申し上げたらどうなさって。ごめんなさい、私ってわがままね。だから主人にも嫌われたの。愛情も何にもない男のところ暮らしを立てるつもりで結婚した方がいいのかもしれませんわ。そんなバカな。バカなんです。初めからたった一度の見合いで人形のように飾られてお嫁に行ったんです。愛することの意味も知らず。ごめんなさい、こんなことよその旦那様に申し上げてもどうにもならないのにね。とにかく元気でいてくれなくちゃね。あなたの才能が欲しいと思う。才能なんて私に。あります。僕はあなたの歌から50を選んで新人募集に出すつもりです。私の歌を。嫌です、あみっともない。それよりね堀さん、病気になっておなりにならないで。私、あなたが絹子さんとお幸せに際していらっしゃれば自分のことのように嬉しいんです。あ、来ました。ありがとうございました。愛子、愛子ちゃん、よかったわね。おじちゃまにマフラー貸していただいて。おじちゃまにさよならは。さよなら。ふみこさん、とにかくどんなことにも参らないでいい歌を作ってください。僕はそれが言いたかったんです。ふみこさん、これはい、そうです。はあ、はあ、はあ、そうですか。じゃお姉さん、お姉さん、お姉さん、大変だよ、堀さんが危ないんだって。今病院から知らせがあったんだ。どうする、お姉さん、行く？車呼ぼうか。Thank you.
お姉さんの歌ね、入選したんだってさ、東京の歌の雑誌。どなたが知らせてきたの？東京日報の大月って人から知らせがあったって、今山上さんが出てんだよ。会いたいって言うけどどうする？お会いするわ。そう？なったわね。おやすみなさい。おやすみ。お行儀が良くなったこと。愛子ちゃん、何です？ねんねよ。お母ちゃんもねんねして、うん、今ねんねしますよ。愛子ちゃんいいわね、お兄ちゃんと一緒にねんねできて。お母ちゃん、僕もうずっとここにいていいの？大丈夫よ、安心しておやすみなさい。どうなったの？うん、何でもないのよ。樋口のおば様がいらしてんのよ。そう、お母様がすぐ降りてらっしゃいって。お母ちゃんどこ行くの？どこへも行きゃしませんよ。じゃあ聖子さん、ちょっとお願いしますね。のぼるちゃん、おばちゃんが本読んであげますね。いいこと？かわいい女の子がいました。おばあさんが赤いブロードに刻まれて。そりゃご無理もございませんですけど、としましてはとても当人に伝えかねますので。文子さんもご自分のなさることはちゃんと目はずが整ってると思うんですの。私は今日どうしてものぼるちゃんを連れて帰りませんでは、しげるさんに合わせる顔がございませんのですよ。いや、まあ、どうせいつかは下條さんの方へ行かなければならない子ですから、あんまりいつまでもこうしておくのもかえって罪じゃないかと私たちも心配してるんです。どうしたの？文子、文子。あ、お姉さんどうしたの？しっかりして。お姉さん。どうしよう、あのお医者さん早く。はい。文子、しっかり押し。文子。
っしゃいませ。こんにちは。お忙しいところどうも恐れ入ります。いかがですの、文子さん。はあ、おかげさまで。これでね、ここへ入ってから亡くなった方がもう三人目なんですよ。あの子にもしものことがありましたら私。大丈夫ですわ。お祈りしてますの。マリちゃん、私。堀先生よ。こんにちは。いらっしゃい。あら、お元気じゃありませんか。毎日毎日退屈してるのよ。わがままで困ります。しばらく我慢なさい。はい、オルゴール。主人の形見よ。主人の代わりにお見舞いのつもり。まあ嬉しい。まあまあお立派なものをありがとうございます。昇、元気にしております？だだっこでさぞお骨折れましょうね。いいえ、おとなしいいいお子さんにおなりよ。私のことなんて口に出します？あなたのこといつも聞かれるのよ。今度お連れしましょうか。もう少し良くなりましたらお願いしましょうね。いいのよ、絹子さん。会うと眠れなくなっちゃうわ。あなたの歌集とっても評判よ。でも乳房喪失なんて嫌な題名ね。もうこれで私も結婚どころじゃないってことはっきりしたわけね。どこの坊や？お母ちゃんは？ああ、坊やなの。今お母ちゃん治療に行って留守なの。こっち入って待ってらっしゃい。あら、坊やどうしたの？学校行くの。浴衣だ。ああ、
嫁さんが縫ったんだよ、こりゃ。ああ、来月お前せがれが孫を連れてくるそうだよ。そうですか。うん、まあまあ、ご飯食べてからにしなさい。もう食べたくありませんよ。気持ちがいいだろう。さっぱりしました。おじさん、その新聞ちょっと見せていただいていいでしょうか。どうぞ。明君が東京から見舞いに来るそうです。大月さん、短歌時代であなたの歌を披露した人ですよ。大変褒めて。東京日報の方ね。やだわ、お会いしたくないわ。でも大月君はあなたのことを心配して東京から何度も電話をよこしたんですよ。それにもう今ぐらい記者の中ですよ。記者の中に電報ってください。お会いしたくないの、お願い。次の停車駅は札幌、札幌でございます。うちの娘が見えないんですけど。え、しばらくでした。遠いとこ大変だったろ。いえ、電話どうもありがとうございました。とりあえず君には何かとお世話になって。いえ、下條さんどうです？彼女はまだ大丈夫だ。君の来ること知らしといたよ。そうですか。社員寄っていかないか。いえ、とにかく下條さんではないと安心できないんですよ。そうか、札幌病院。
本当に無茶なことをいたすんですからね。人の心配も知らないで。そういう元気が本物になってくれるとありがたいんですがね。いくら子供に会いたいからって自分の体ってもの。今度から飛び出したらこんな大きな注射を打ちますよ。いいですね。本当に危篤状態だったんだよ。もう肺の5分の4以上も侵されてるんだ。医者もこれで肺炎を起こしたらそれっきりだと言うし、すでに医学の限界外だとも言ってるんだよ。しかし彼女の精神力にはみんな驚いてるんだよ。まったくこれからだというのに本当に惜しいと思いますね。どうぞ。僕の電話のかけ方も悪かったんだよね。いや、僕の方の部長が言って本当のことを見てかけと言われたのに僕は歓迎してるんですがね。その僕はまたいつ死ぬかわからないという記事を書きながら生きていてくれとばかり思ってましたよ。記者の中でずっと自分の記事なんかどうでもいいと思ってしまって。あ、こっちだよ。人気ですね。うん、ほら彼女の歌の中あるじゃないか。総員の夜の感じに鍋手の牢を沈もるは我をもだえさすため。あの感じだよ。こちらは下條さんのお母さんだ。こちら東京の大津君です。まあそりゃどうもわざわざ恐れ入ります。少々お待ちください。ふみ子、大月さんって方が。いやよ、お会いしないわ。だって東京から新聞記者の方って何でも書きたいんでしょ。私がどんなに悪いかってこと見に来たのよ。お断りして。誠に申し訳ございませんけど今日はちょっと体の具合が。そうですか。じゃあ明日また伺います。すいません。これ東京からことづかってきた下條さんの記念品です。まあそりゃどうもありがとうございます。じゃあお大事に。ごめんください。ごめんください。記念品ですね。久美子さん、あ、部長ですか。実はですね、やっぱり悪いんです。それでもう少し経過見たいのと、できれば新しい歌のいくつかでも持って帰りたいと思いますから。ええ、お願いします。治療のお時間です。
大月さんがまた。いいわ、お会いするわ。そう。ちょっと待って。ちょっとお待ちになってくださいませ。お待たせいたしまして。どうぞ。大月です。いろいろ歌のことでお世話になったお礼をしちゃ。さあどうぞ。ちょっとお茶の用意してまいりますから。すぐ失礼しますから。わざわざお見舞いに来てくださって本当にありがとうございます。何か北海道にご用がおありでいらしたんですか。用事ってつまりあなたに会いに来たんです。いつ死ぬかって。僕は東京にいて詳しい様子がわからないので心配で上がったんです。大月さんのお書きになった東京の新聞拝見しましたわ。覚悟がつきましたわ。つまらない覚悟なんていりませんよ。僕のような若造が何を言うかと思いでしょうけれどね、僕個人の気持ちだけじゃないんです。今ね、東京の花壇ではあなたに対する期待が大変高まっているんですよ。評価たちも久しぶりに新しい女流歌人が出たと喜んで。すぐに死んでいくから珍しいんでしょ。あなた私のこと記事に書いたりなさって、早く記事通り死なないとお困りなんでしょ。新聞記者ってそんなもんだと思ってらっしゃるんですか。僕はあなたの才能を尊敬しているんです。あなたがあの歌集一冊だけで済まされる方だとは思ってません。もしそれで満足してるんならあなたは失礼ですけど愚かだな。私愚かなんです。自分でもそう思ったから歌ったんです。だけど死んでしまうの私もおじき。だってあなたは生きてるじゃないですか。こうして生きてる限りは自分を見捨てちゃいけない。歌を作っていますか。作れません。もうダメなんです。私何がダメなんです。お父も亡くなった私に一体何を作れっておっしゃるの。何を歌えばいいの。私女流歌人なんてなりたくないの。ただの女で結構。それよりも亡くなった胸の方が悲しく。悲しみは誰だって持ってますよ。悲しみのないものに本当に歌なんて作れません。僕は一つでもあなたが新しい歌を作られるの。どうしてそんなに作れ作れって言うの。あなた私の最後の歌を新聞にお出しになったんでしょ。私
ませんから歌も作らない。とにかく生きていてくださいさえすれば僕は嬉しい。はるばるやってきた甲斐があるんです。初対面だってことも考えずに失礼しました。明日また来ます。明日はまだ死なないつもりです。早く治ってください。札幌はビールが名物でしょ。ご一緒に全開祝いしたいですね。今夜はあなたのお祝いをみんなでするんです。あなたの分も一緒に飲みます。ご承知のように文子さんが病床にあるために遅ればせになっておりました出版記念会をこの度大月君の来堂を機会に皆さんと心からお祝いを申し上げたいと思います。では出版のお祝いと文子さんの回復を祈って乾杯をお願いいたします。ありがとうございます。おめでとうございます。そうですね。まあ、あんた方も気をつけなさいよ。乳がんならんように。あら、乳がんって男にだってあるんですよ。男にも、これ本当ですか。そうらしいですよ。この5本、堀さんがお出しになったんですね。生きてらしたらさぞかしお喜びだったでしょうに。本当に一目見せてあげたかったです。大月さん、どうも遠いところわざわざありがとうございました。もっと悪いかと思ったんですが、何かほっとしました。乳がんとは気がつきませんでしたね。手遅れになっちゃいました。残念です。でもまあ、こんなに盛大にやっていただいて姉は幸せですよ。喜んでるでしょう。私ね、これでいつ死んでもいいみたい。お加減いかが？いいわ。とってもいい気持ちよ。びっくりしたわ。いきなりお風呂入りたいなんて。でもわかるのよ、あなたの気持ち。あなたっていい方ね。ありがたい方。忘れないわ、ご恩。叱られるの覚悟よ。その代わり、きっと元気になってね。私のお乳取った後見てちょうだい。ほら、こんなよ。見てよ。そんなこと言ってないで、早くお上がんなさいよ。私ね、あなたのご主人の入ってらしたお風呂に一度入ってみたいと思ってたの。だから、こんな病気になったと思ってるわ。堀さん好きだった。
ださいどなたどうぞいらっしゃいませさどうぞお上がりになってどうぞお当てになってご心配になったでしょどうぞお楽になってお世話かけてすみませんいいえ少しそっとしといてあげてほしいんですよとっても楽しそうでしょ文子さん手術してからの姉はすっかり変わったんですまるで子供みたいになっちゃいました姉は自分で体を壊していくようなところがあるんですよ無茶ですどうしたの？あんまりお風呂が長かったからでしょ。大丈夫よ。大月さんと吉尾さんがいらしてるのよ。気分が悪い？うん。動かないでじっとしててはいはいあなたは何のために私なんかを見に来るのあなた私のこと記事に書いたりして早く死ねばいいと思ってるんでしょあなたが見に来る間は私歌なんか作らない静かにおやすみなさいお姉さんどうも大月さんいつ頃までご滞在ですか今夜帰りますそうですか文子さん時間の問題だと書いたあなたが実際はそうでなかったと知っただけで僕は嬉しいんですもっと体を大事にしてください長らくお待たせいたしましたただいまより21時52分発、函館行きの改札をいたします。ご乗車の方は、2番、3番の改札口じゃあ、行こうか。2列にお並びください。もしものことがあったら連絡するよ。お願いします。おしゃまんべ、森方面、函館行きでございます。なお、大月さん。この列車は、函館にて、おい。ああ、間に合ってよかった。文子さんがこれを。僕に？ただ
いまより21時52分発函館行きの死後の我は身軽くどこへも現れ、例えば君の肩にも乗りて。何がおかしいんです。やっぱり私の歌取りにいらしたんでしょ。何とでもおっしゃい。どうぞおかけになって。お母さんは今お風呂行ってもらったの。開けて。ねえ、豚。みんなここにありますの。どうして黙っていたんです。あなたにも誰にも見せるつもりはなかったの。意地悪したかな。あなたが本当にお帰りになると決まったらね、私どうしてもお願いしたいことがあるんです。何ですか。この歌、みんな洞爺湖に沈めていただけません。私の代わりに、ね、お願い。洞爺湖？いつも行ってみたいと思ってたところ、一人でそこで死んでもいいから行ってみたいの。そんな縁起でもないかと。僕はあなたにもっと真剣に生きてもらいたいと思いますね。あなたは重い病人だってことに自分で甘えてるんじゃないですか。生きることは誰だって苦しいんです。みんな生きることに特訓でるんです。私同情なんてされたくないの。病気が売り物になってる私なんて嫌だから、私わざと元気な顔してるの。そしてみんなを安心させて返してやるの。でないと私あんまり自分が惨めて。じゃあまた明日伺います。何を買ってしてあげましょうか。ただ来てくださればいいの。おやすみなさい。渋沢を失った下條文子のことを考えると、彼女が早晩死なねばならない命なら、生きている今のうちに一首でも多くの歌を作らせておきたい。早く良くなるようにと言ったところで、もはや無意味な言葉に過ぎないなら、私が彼女に言えることはその文学精神を励ましてやるより他ないと思うのです。私のしていることは新聞記者としての務めではないかもしれませんが、しばらくご了承願えれば公人であります。部長殿、大月。あ、
母さん。こんにちは。昨夜はどうもありがとうございました。あいにくお風呂行っておりまして。失礼いたしまして。さあどうぞ。だいぶお疲れのようですね。昨夜遅く文子が呼吸が苦しくなりましてね、ずっと眠れませんもので。僕にできることなら何でもお手伝いします。恐れ入ります。実はうちちょっと取り行きたいものがありまして、看護師さんにもよく頼んでありますけど、文子が一人では寂しがりますので。どうぞ行ってらっしゃい。下條さん、お隣の春樹さんを今日から他へ移しますから。さようでございますか。大月さんいらっしゃいましたよ。こんにちは。いらっしゃい。具合どうですか。うん、おばさんいかがですか。あ、お前まだ早いな。どうも。あ、どうぞ。ありがとう。お母さん。はるさん、お引っ越しです。ありました。お言葉に甘えて申し訳ありません。文子どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
奥野さん。私、死ぬならこのままの人間で死にたいの。神様なんかに頼らないで、このままの汚い人間で死んでもいいと思うの。だって頼れる神様なんてないんですもの。さあ静かにおやすみなさい。眠れないわ、ね、睡眠剤もらってお願い。ダメです、あんまり強い薬飲んじゃいけないって先生が言ったでしょ、ね、もらって、ね、お願いもらってよ。ねえねえ、ダメです。お願い。お願い。眠れましたか？ええ、変ね。もう父も亡くなって胸を焼かれた私がよく眠れたなんて。はい。大月さん、新聞社からお電話ですよ。今は東京の社から電話でね、君にどうしても早く帰ってこいって言うんだがね。ああそうですか。とにかくすぐそちらへ参ります。来てくれる人たち、みんな帰ってしまうのね。帰るお家があるなんて羨ましい。文子は帰るところがないのよ。ここで終わるの。帰っちゃ嫌と言ってもあなたがどうしても帰ってしまうのなら、文子はもう追っかけていくこともできないわね。また必ず来ますから待っててください。頑張ってるんですよ。もう会えないわ。
意味がない。このままにしといて。私の一番楽しい日が、女として一番惨めだってこと、どういうの。私はいけない女だから。東京へお帰りになったら皆さんによろしくおっしゃってね。私一生にこんな楽しいこと一度もなかった。あなたのおかげで生き延びることができたの。毎日本当に楽しかった。明日も明後日も生きて歌作るわ。いい歌作って送るわね。僕が東京に帰ったら一番先にあなたが元気だって記事を書きます。私が目つぶってる間に帰って、頑張ってなさいよ。また来ます。
母さん。髪洗って髪。先生。よしおさん、それ、子供たちに。これハゲって大きくなったら読んでちょうだいって。お姉さん、堀先生。いらっしゃい。登る。愛子、ごめんね。お母ちゃん、いつまでもいつまでも生きて、あなたたちが幸せな人になるの見届けたかったんだけど。おばさん、ありがとう。さあ、もう行きましょう。お母ちゃまがよ。Thank you.
美子。いらっしゃいましたよ。